どうも、真夏です。今回はワックスレビューとなります。こちらルミナスでございます。知らない方多いかもしれません。韓国からのブランドでございます。その韓国というのはディテーリングだったり洗車ケミカルといったものがかなり先進している進んでいる国なんですよね。いよいよこの日本に上陸いたしまして、このワックス2種類を今日試してみようかなと思います。はい、まずこちらボディ用なんですけども、 SiO2 二酸化ケイ素とカルナバをミックスさせたハイブリッドワックスということなんですよね。 200ml 入ってまして5100円となっています。裏がねハングル語全然わかりません。まあね、携帯とかでこの翻訳してもらえばいいんですけども、なんかこれ使用期限が書いてあったりしてますので。そしてもう一つホイールワックスなんですね。まあ他の海外ブランドのものでもホイールのワックスっていうのは販売されてますけども、私やるの初めてなんですよね。いつもねホイールコーティングの方はしてるんですけど、ワックスでどれほどねツヤだったり耐久性があったりするのかなって気になるんですが、こちらは 100ml 入ってまして5100円となってます。これも同じようにですね、二酸化ケイ素とカルナバのミックスされたものなんですけど、ホイールだったり金属ということなので意外とねいろんなとこに使えちゃったりするのかなという気もするんですが、ということで初めて韓国ケミカル使ってみましょう。はい、用意しました。アルトエコの黒を使います。まあ、せっかくですからこちら画面右側をですね、こちらもルミネスさんから出ております LM グラフェンスプレーを塗布しようと思っております。右側だけですね。これね、以前グラフェン君という形で日本でありましたけども、正式にルミネスさんからのものも販売されております。これがねスリック製ですよね。もう滑る滑る。私ねこれに関しては家のお風呂とかにも使わせていただいてるんですけども、で施工性も楽です。これふわっと塗ってですね、そのまますぐ拭き取るだけで、重ね塗りもねやるとよりいいらしいんですけども、ただしっかり硬化をさせないといけないということですので、ここを塗ってから12時間以上は水をかけないようにしなければいけないということなので、このまま置いておきます。1日経ちました。それではこちらのねセラミックワックスを塗布していきます。はい、開けてみます。あ、中にねアプリケーター入ってますね。香りね、あ、甘い、なんかヨーグルトみたいな。せっかくなんでアプリケーターですけど、こちらこれを使ってね塗り込みます。右側がグラフェンをして1日経ったところですね。こちら何もしていない状態です。うん、こうお、まあこの辺は至って普通のワックスと同じですね。伸びもありますし塗りやすいですね。施工性はいいんじゃないですか。こちらもやっぱりねグラフェンを塗ってる方が滑りはやっぱりいいので、塗りやすさはそちらの方がありますが、まあ果たして定着するかどうかですよね。はい、これで少し時間を置いてですねしっかり拭き上げていきます。10分経ちましたので拭き上げます。うん、拭き上げも軽いです。いや、いい感じじゃないですか。あ、やっぱり若干ほんのちょっとの差だけど重く感じる。あ、それでも全然余裕ですよ。残ることもないし、しっかり乾燥させると拭きやすいのかな。見た目ではあまり変わらないんですけど、この後水を流してね、水の流れも見てみましょう。はい、半日経ちまして、マスキング今剥がしてます。見てください、かなり変わったんですよ。これびっくりしました。このねグラフェンを施工してからのワックス、こうツヤ感がねもう1段階どころかね2段階3段階上がってる感じなんですよね。もう完全に違う色なんですよ。これには驚きましたね。はい、そしてこの後水をかけますが、ちょっとこれね悩ましい問題が起きます。見てわかりますか、グラフェンの上のワックスがですね少し水弾きがまだらなんですよね。でワックス単体の方がかなりこう弾きがね勢いあると言いますか、粒もいい感じなんですよね。ねえ、この水弾きだけを見たら単体がいいんですけど、先ほど見たツヤ感を見てしまうと、僕はねグラフェンからのワックス、しかも2層塗りとかしてしまえば弾きも出てくるでしょうから、の方がいいのかなーとね、これどっちを取るかね悩ましいですよね。ほら、かなり違うわけですよ。もちろんね全然弾いてるんですよ。水のかけ方によってはですね、この通りさーっともなりますし、だいぶ通常のワックスよりもですね弾きもあるし、まあさすがだなと言えざるを得ないワックスではあるんですけどもね。もちろんこんなに最後ね拭き取りも楽ですよね。洗車した後のワックス施工してあるとね、さっとこれで終わりますんでね。
はい、続いてホイールワックスなんですが、すいません、いい素材がなくてですね、これ前回お流ししたものなんですけども、ホイールワックス、このホイールでやっております。やっぱりしっかり定着させた方がいいので、できればですね、洗い終わった後にですね、水滴をしっかり取って、出汁とかをねやられた後に強めにこのホイールワックスを塗り込んだ方がいいのかなと。で、やはり5分から10分ほど置いて拭き上げるとかなりツヤ感が上がりますので、これはね、やってみてください。面白いですよね。なのでね、ちょっといろんなねホイールで今後試して検証していきたいなというふうに思ってますね。この通り綺麗な仕上がりになります。当店の使い放題貸しガレージでもですね、このボディワックスをお客様に使っていただいたんですが、いやね、かなり拭き取りやすくて施工性がいいということはおっしゃっていました。そして見てください、これ外に出して確認してみたんですが、この塗るテカ具合ですよ。これね、磨いてないですから、ケミカルで下地処理をしてワックスを塗り込んだだけで、このツヤですからね、お客様も大満足でしたね。はい、ということで本日は韓国のブランドルミナス製品をレビューしてみました。ワックスをね、2つ使いましたけども、まずこちらのホイールワックスです。まあ、施工性もいいですし、意外とね、簡単にささっとできました。ツヤ感も出ますし、なんせその後ですよね、ブレーキダストとか汚れがつきにくいし、ついても水で流して綺麗になるということも踏まえると、うん、プラスアルファのポイントとして持っていくのはいいと思います。そしてこちらのセラミックワックス、片方にこのグラフェンを塗ってみたのと塗ってない方をやりましたが、ワックス単体の方が水の弾き良さげでしたね。そしてなんとツヤもすごかったですよね。マスキングのね、やってあるとことやってないとこの差がかなりありましたから、一段階ちょっとね、黒光りじゃないですけど、ツヤを求めたいという方はこういったもので、値段も手頃ですし、一つ手を出してみても面白いと思います。他にもですね、様々な商品、ルミナス製品がね、日本に上陸しましたけども、もしね、気になるな、買ってみたいなという方は、正規代理店でありますルミナスジャパンさんというところでインスタ検索していただければ出ると思いますので、ぜひチェックをしてみてください。ということで本日はここまでの動画となります。いいなと思いましたら、いいねボタンとチャンネル登録をお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。